皆さんこんにちは、ジェシーです。今日はね、ちょっといつもと違った、プライベートな内容の動画になることをまずお許しください。でまずね、簡潔に言うとタイトルにもある通り、目の手術をすることになりました。で病名は白内障です。でまあ、こういう仕事をさせてもらってる上で、まあ、目の病気のこととかいうのは、こう仕事をオファーしてくださってる方々に余計な心配をさせちゃうんじゃないかなとか、まあ大して大きい病気でもないのに、まあ、こうやって動画を撮ることでどうなんだろうとか、まあいろいろ悩んだんですが、まあ、やっぱり、まあ、難しい手術じゃないって言っても、まあ、目の手術って、まあ、やっぱり怖いし、でまあ僕も手術どうしようかなって悩んだ時期もあったし、まあ実際に手術するってなってからは、これは手術をしたことある人の話とかを聞いて、なんか安心できた部分も、まあ、かなりあったんで、まあ、こうやってね動画にすることで、あの同じ病気を持ってる人で、まあ、一人でもこうポジティブな気持ちにさせることができたらいいなと思って、今回この動画を撮ってます。まあ、なのでこう冒頭でもお伝えした通り、まあ、今回はこう写真とかムービーとかファッションとか、まあ、そういう内容の動画ではないので、まあ、もしね、あのそういう動画が見たかったって人がいたら、まあ、ちょっとこのタイミングでそっと閉じてください。ではまず、いつからねこの白内障になったんだって話なんですが、最初にこう目の違和感が出たのがコロナのねちょっと前ぐらい、正確な時期はちょっと覚えてないんですけど、おそらく5年ぐらい前で、まあ、僕ね普段からメガネもコンタクトもしてなくて、まあ、これはねあの伊達なんですけど、目がねいいんですよ。まあ、ちょっと自慢できるぐらい、まあ、目良くて、でそんな中で5年ぐらい前に突然こう左目が霞んで見えるようになったんですよね。で最初はね、まあ、疲れ目かなぐらいにしか思ってなかったんだけど、まあ、目薬とかしたりしてしばらく様子見てても、まあ、なんか一向に良くならないなって感じ で念のために一回病院に行って見てもらおうと思って行ったら、白内障ですと。まあ、それまで白内障って、まあ、病気自体、まあ、名前しか知らないっていう程度だったし、まさかね当時30代で自分がそんな目の病気になるなんて、まあ、夢にも思ってなくて、まあ、でも日常生活に支障を来すほどではないし、まあ、利き目は右だし、ファインダー覗く目も右だし、まあ、仕事も全く問題なかったから、まあ、今すぐ手術とかって感じではないですよって、まあ、病院でも言われて、まあ、もしね悪化してきて、まあ、生活しづらくなってきたら手術も考えましょうみたいな感じだったんですよね。でそこからは、あ、なんかちょっと良くなってんじゃないみたいな時期もあったりしてて、まあ特にね悪化してる感じはなかったんだけど、今年に入ってからなんか急に明らかに悪化してきて、で最初にねこう悪化してきたなって思ったのが、まずとにかく明るいものとか明るい場所がめっちゃ眩しく感じるんですよ。で天気のいい昼間とか、あの外にいるともう左目だけこう視界が白飛びするような感じで、で、まあ、室内の蛍光灯とかも結構辛いし、まあ、白内障って何っていう人もいると思うんで、まあ、ちょっとその人のためにざっくり簡単に説明すると、こう人の目の中にカメラのレンズみたいにピントを合わせる働きをする、まあ、水晶体って呼ばれるものがあるんですけど、まあ、通常はねその水晶体って透明で光をきれいに通すんですよね。まあ、それが、まあ、何らかの原因で白く濁ってしまうことがあるらしくて、まあ、それが白内障って呼ばれるものです。で実際に今僕がこうどんな風に見えてるのかっていうのを、こう以前撮った写真をちょっと加工して今のね僕の視界を再現してみたんで、ちょっとこれをご覧ください。まずこれが、まあ、通常の視界です。右目ね、右目はこういう風に見えてます。ちなみに僕右目の視力は 1.2 なんで、こうまあまあ見えてます。で左目なんですが、まあ、右目のこれに対して左はこういう風に見えてます。はい、めっちゃ白いでしょ。まず僕の場合は視界の上の方が特にこう白く霞んで見えてて、逆に
下に行くほど、まあ、それが弱まります。ぼやけるし霞むし、まあ、ずれて見えるみたいな感じ でこの前ね、あの視力を測ったら右目 1.2 に対して左が 0.2 でした。だからちょっとね、こう距離感つかむとかがしんどかったり、こう眩しさであのしんどくなったりっていうのがあったんで、まあ、今回こう手術をしようってなったって感じです。じゃあこう実際にどんな手術をするのかって話なんですが、まあ、さっき話したように、その僕のね左目の水晶体が濁ってしまってるんで、まあ、それをこう取り出して、で人工のレンズを代わりに入れるっていう手術らしいです。でもね、これだけ聞くともうめっちゃ怖いなって思ったけど、まあ、手術自体は本当、まあ、30分もかからないで全部終わるらしく、あの入院もしないで日帰りで受ける人も結構多いらしいです。まあ、それぐらいこう、まあ、簡単なというか、こう大きな手術ではないらしいんで、ただね、まあ、こう日帰りでやっても結局次の日にまたあの病院に行って目見てもらわなきゃいけないんで、まあ、僕は一泊入院して次の日診察をしてもらって帰るっていう感じですることにしました。でちなみにね、あのこうやってタトゥーが入ってると病院で自動的にあの痛みに強いっていう前提でいろいろ話が進められていくんですけど、あの別に痛みに強いわけでもなければ目の手術なんてめっちゃ怖いです。でもまあこう実際にこの手術をやった人の話を聞くと、あの手術中はもちろんこう手術後もう全然痛くなかったよっていう感じなんで、まあ、そこはちょっとホッとしているかな。よかった。で手術後は、まあ、しばらくこう目を濡らしちゃいけないとか、顔をねあの洗えないとか、シャンプーは美容院スタイルであの顔にかかんないようにしなくちゃいけないとか、まあ、そういうような感じなんだけど、まあ、順調にいけば1週間程度で普通の生活に戻れるらしいです。ただこの前あの手術前最後の診察を受けた時に、1ヶ月ぐらいはあの激しい運動を避けてくださいって言われちゃったんで、あのいつになったらジムに行けるかなっていう、そこだけがあの不安ですね、はい。で今日この動画を撮ってるのが8月18日なんですが、1週間半後の8月29日に手術をするんで、まあ、これに関してはまた9月かな、タイミングを見て動画を出したいなと思います。はい、というわけで今日はこんな感じで普段と違った動画になってしまったんですが、今日も最後まで見てくれた皆さんありがとうございます。そしてね、もし今白内障になってて手術しようかなって悩んでる人がいたら、その不安をね少しでも解消できたら嬉しいなと思います。では次回は視界がクリアになった手術後にお会いしましょう。バイバーイ。